やっぱりこのアウトラインを、気にしてます。手に持つ道具ですので持ちやすさと、あとビールグラスなんですけども、香りを楽しむためにやや口のところを狭くしているところと、あとビールは泡が出ますよね。その泡をきれいに見せるための、この口元の、曲線となっております。休憩とか一時停止というような意味合い持ってまして、英語で言うとポーズのスペイン語でポーサー。見ての通りかなりシンプルなので、このガラスの肉周り厚みですね、口元だったり底の厚みだったりを、気にしながら製造してます。例えば、家事を片付けた後ほっと一息とつけたい時に、これを使って、この通りそこまで量は入らない量ですけども、少しリラックスして、もらって、あともうちょっとだけ仕事残ってるけども少し飲んでちょっと力をつけてからまた頑張ろうっていう感じの手助けの道具として使っていただけたらなと思います。